ラルス・マルティン・ヨルゲンセンは、デンマーク・オーフス出身の、元同国代表サッカー選手、現サッカー指導者。現役時代のポジションはミッドフィールダー。生は、イェルゲンセンとも表記されるが、イアンスンといった表記がより原音に近い。弟は、元サッカー選手のマッツ・ヨルゲンセン。1993年にプロデビュー。1996年には、 U-21 デンマーク最優秀選手に選ばれ、翌1997年にイタリア、ウディネーゼ・カルチョへの移籍が実現。怪我に悩まされたが、1998年には、フル代表にもデビューした。2004年、大型補強を推し進めていた、アクフ・フィオレンティーナに加入。同クラブでは主に左右サイドハーフとして出場した。2008年、引退後に、 フィオレンティーナのフロント入りをする契約を交わした。チェーザレ・プランデリ監督や、スポーツディレクターであるパンタレオ・コルビーノからは、若手の見本となるような選手と評されており、その姿勢が認められた形となった。2010年2月1日に、自身の出身地であり古巣である、オーフス GF に完全移籍する。 本人は 2010FIFA ワールドカップの代表に選出されるために出場機会を増やしたいと語っていた。2014年11月11日、シーズン終了をもって現役引退することを表明した。1998年のスコットランド戦で代表デビューを果たした。1998FIFA ワールドカップではブラジル戦で得点を挙げるなど、デンマークの 前後試合に出場したが、その後は、怪我により、出場機会を得られなかった。しかしながら 2002FIFA ワールドカップ予選チェコ戦で、復帰しこの試合でアシストを上げ、本大会に出場、グループリーグ初戦のウルグアイ戦でゴールを決めるなど、グループリーグの3試合に出場した。ユーロ2004にも出場している。2010FIFA ワールドカップのメンバーにも選ばれ、レギュラーとして、 グループリーグの3試合に出場した。2014年より、オーフス GF のアシスタントコーチを兼任。現役引退後の翌年に1月からは、オーフスの U-15 で指揮を取った。その1ヶ月後には、デンマーク代表のアシスタントコーチに就任。2016年に同職を退任した。現役引退後は、フルスオーフス GF において、クラブバスのドライバーを務めている。 2018年6月にはサッカーの観戦ツアーを主とした旅行代理店を立ち上げている。ありがとうございます。